サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか伝説は本当だったのか。1000年に1人現れる、どんな天才戦士も超えられない壁を超え、スーパーサイヤ人なのか。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてえにぶっ倒されてえか。聞いたかバーター、あのおとぼけ野郎が、まああどうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ偶然に決まってるだろ。やっていくぞ。ああ、やっぱ蹴らねえ。
攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力、おそらく無駄なエネルギー消費、あまりにも短い一瞬なのでスカウターとてつもない戦闘力だ。これで分かっただろう。無駄な悪夢だ。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オーラも修行してずいぶん強くなったと思うが。そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。あいつらが手も足も出なかったんだぜ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くだが、さっきから明るいままだ。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やった。2つの戦闘力が近づいてくるようだ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持っていった。あっちの方角に通影機を感じる。あの方向は大変だ。最長老さんのところだ。フリーザのやつ願いが叶わないから直接。あいつが願いの叶え方を聞き出したら、最長老さんが死んじゃったらドラゴン。なんだと。よし、クリリンとご飯はドラゴンボールを取り消してくれ。わかった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをブルマさんのところに取りに行かないと。ああそうだな。よし行ってくれ。気ぃつけてな。頑張れよ。ごくベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。まあいいだろう。